ワン、ツー、スリー、フォー。ついにおじさんを見つけた。おじさんはこう言った。お腹ペコペコ、お腹ペコペコのおじさん。おじさんが食べたいものはマクドナルド。マイクラ PC 実況ジャスティス。はい、今日の朝ごはん、ファミマでライズアップ、ダブルクリームシュー、ホイップ&コーヒーカスタード。そして今日の朝ドリンク、ヘルシア緑茶の旨味贅沢仕立て。そして今日のおにぎり、しぜさんが作ってくれた新しいなんか具のおにぎり。はい、どうもおはようございます。そしてお久しぶりでございます、瀬戸康史でございます。瀬戸康史のマインクラフト実況、今回でパート148かな、結構いきましたね。前回からですね、俺もう1週間ぐらい空いちゃったのかなと思ってね、見てみたらね、まだ4日しか空いてなかった。まだ4日なんだと思って、俺もなんか、あー、もう1週間以上マイクラやってないな、そろそろやんなきゃなとかって思ってたんだけど、全然まだ4日じゃんと思って、俺の中ではすごい勢いでその4日間が過ぎていったって感じで、大したことはしてないんだけどね。外出たのはジェットさんのあの写真展行ったりとか、あとはなんかウームのなんかあの研修会みたいなのがあって、それ行ったりとかしたぐらいで、別にそんなに忙しかったわけじゃないんだけど、まあ4日ぶりです。4日ぶりですということで、朝ごはん食べていきます。つかこれから食べちゃダメだよね、おにぎりから行こうよ。実は昨日もしぜさんこのおにぎり作ってくれたんだけど、具を買ったらしいの。具を買ったんだけど、なんかイメージと違ったとか言って、でもまあ買ったからしばらくこのおにぎりが続くらしいんだけど、なんかザーサイみたいなやつと、なんかいろんな合わさったやつみたいな。はい、見た目はこんな具合でございます。こんな感じね。うん、あまりまあ色としては良くないっちゃあれだけど、まあ美味しいんだよ。いただきます。わしわしわわわわわ、タケノコだけじゃなくて、なんだろう、野沢菜、高菜みたいな、そういう味もすんの。煮物を一緒にこうおにぎりにして混ぜたみたいな、そういう感じ。ガブリガブリ、モリモリモリ、モシャモリモシャモリ、モシャモシャモシャ、おにぎりモシャモモモシャカシャモシャカシャ、もちろんおいしい。あのヘルシア緑茶が欲しくて、昨日しぜさんとファミリーマート行って、でほいたらなんか普通のヘルシア緑茶じゃないヘルシア緑茶なんだけど、新しいやつ出てたからこれ買いました。それでは飲んでみます。ごきゅりごきゅりごきゅごきゅお茶ごきゅもぐもちゃもぎ、これは脂肪を代謝する力を高め、体脂肪を減らすのを助ける、これははい、っていうね、なんだろう、なんかメガネちょっと高いんだよね、ヘルシア緑茶って。ごきゅりごきゅり。はい、そして最後、もうすごい、まあおにぎりを食べてないのに、まあ仕方ない、紹介しなきゃいけないから、しきなきゃいけないことはないの。俺が紹介したいんだけどね。ファミマでライズアップの新しいシュークリームかな、ちょっと食べてみたいと思います。いただきます。パク、硬いぞ。シューが硬いぞ。バクリもくもしジュルジュルジュルリングパクもくもいもいもいもんもんもん。ファミマでライズアップってさ、すごいよね。もうさ、甘いのよ。あ、やっぱダイエット食だね感はね、もうマジでないから。どうなってんのマジで。糖質 8.8 ですよこれ、新発売 8.8。 まあ入りすりトールはいっぱい入ってんのかもしんないけどね、そのおかげで甘いんだろうけど、すごいよこれ。はい、中身はこんな感じで、本当にそのホイップクリームとコーヒーカスタード、これダブルで入ってます。前回の雑談でですね、私ご当地パンの話をしたのを覚えておりますでしょうか。それをコメント欄に私書いておいたところ、たくさんの情報が寄せられましたので、コメントではなくちょっとパンの情報だけちょっと、ここで紹介しておきます。ちょっと順番が、県の順番がめちゃくちゃなんだけど、滋賀県、鶴屋パンのサラダパン鶴屋パンのサラダパンって言うと分かんないけど、鶴屋パンっていうパン屋が作ってる、サラダパン食べたことないです。あ、今から言うの俺全部食べたことないです。あ、そんなことねえわ。北海道ちくわパン、俺これね食べたことあると思う。あのムネさんたちと北海道行った時に、コオロギだっけ、じゃあどんぐりだコオロギとどんぐり全然違うから、どんぐりっていうパン屋が、有名なパン屋があって、そこでね連れてってもらったんだね。そこでちくわパン、北海道といえばちくわパンですよって、ちくわパン食べた。
あと北海道ビタミンカステーラ、これ食べたことない。あと高知県これも食べたと思う。帽子パン、帽子パンね、高知県の動画ね。あのちょっとそのうちあのやりますんで、そのうちやりますんでね。あの高知県帽子パンありました。はい、そして秋田県アベックトースト、こうアベックトーストはねちょっと食べてみたいね。あなんか画像もなんか見たんだけど、なんかこうパンとパンが合わさってるやつだったような気がする。あと青森県イギリストースト、これもアベックトーストとなんか似てる感じだったんだけど、あの袋がねイギリスっぽい感じ。あと沖縄県仲良しパン、沖縄県はねなんかいろいろあった。あの他にもご当地パンがたくさんあるみたい。これとりあえず仲良しパンで、静岡県のっぽパン、のっぽパンなんか長いパンだったかな。で新潟県サンドパン、はい、サンドしてあるみたい、サンドしてある、鹿児島県池田パン、この池田パンっていうのはパン屋の名前で、これ池田パン、鹿児島県行けばもう池田パンっていうそのパン屋だから、フジパンとか山崎とかいろいろそれの池田パンっていうパン屋がもう鹿児島県を支配してるっていう、そこまではそれ今持ったけど、ちょっと持ったけど、どうなんだろう、池田パンが有名らしい。そして最後、変わり種で、群馬県焼きまんじゅうっていうのを書いてくださった方もいました。これなんかパンっぽいなんかこうやつを串に刺して味噌塗って焼いたみたいなやつらしい。ちょっとパンみたいなやつということで入れました。ということでこの他にもたくさん書いてもらったのあるんだけど、ちょっとこんな感じでいっぱいあるんだなと。もう各地にあるって考えていいね、これは。ご当地パンはだから皆さん旅行とか行くときはご当地パンって調べて、で、その県に行った時にね、旅行とか行った時にそのパンをね買ってインスタとかにアップして自慢しながら食うみたいなのはいいんじゃないでしょうか。はい、ということで行きましょうの前に、まだちょっともう一個話したいんですよ。ですね、今日はね、今日の雑談、こっから雑談なんですけど、結構しずえさんとね、私カフェ行くんですよ。でこの間ねチーズケーキを頼んだ時、2人で1つのチーズケーキとお互い飲み物1個ずつ、よくねカップルとかでさケーキとか食べたりすると思いますけど、その食べ方なんだけど、はい、今回イラストレーターを使ってですね、解説したいと思うんですが、瀬戸康史の動画。はい、ということで4日ぶりのマインクラフト実況行ってみましょう。私今回ですね少し仕込みました。はい、出ました。今回はね三崎さんこっち向いてません。なぜならこれを見せるためでございます。ちょっと見えないね、エリトラでございます。ででーん、エリトラの羽がね神々しく輝いておりますよ。むしろ輝いてない、エリトラだけ輝いてないね。これ色つけたりできないのかな、これなんか色が合ってないよね。ということで今日はですねこのエリトラを使って飛んでみたいんですけれども、エリトラで飛ぶといえばそうロケット花火でございますよ。私初めてのロケット花火体験をしたいと思います。ということで結構装備品、今の装備品こんな感じでちょっと整えました。元のダイヤ装備戻して、で武器もまた元に戻りました。平和になりました。で弓だけは無限修繕弓っていうのはアップデートしてもう作れなくなっちゃったらしいから、ちょっと普通の弓にしてます。まあ当分使わないからね。はい、でエリトラさんをこれ見てください。この耐久力がちょっと減ってるんですよ。で調べたら飛んでる間1秒に耐久値が1ずつだから、ずっと飛んでる時間は耐久値がどんどん落ちていくらしい。飛んでると耐久力がなくなっていくらしいから、その修繕と耐久力っていうのをつけてくださいって言われたので、はい、耐久力3と、修繕、これ全部修繕です。すごい貯めてるでしょ。時間見つけてはね司書さんと交易してこのエンチャントボーンを貯めるっていうことをやってます。はい、でこれをつければいいんだよね。これ金床でつけます。あとはこれね、ちょっとやってみようかな。この川をこのエリトラさんとクラフトすると、耐久値が回復するらしい。エリトラ川できねえじゃんできねえじゃねえかよ。金床だ、金床でやんなきゃいけないんだね。はい、金床行きます。はい、よく来たな。すごい金床の主、金床の主、金床を使わせてもらってよいか。よいぞ、よいらしい、ありがとう。はい、はい、じゃあちょっとやってみよう。まずはこうエリトラとこうね、はい、これで回復するらしい、耐久力は。うん、でもまあ今回修繕つけるからもういいんだけど、修繕つけまーす。はい、そして耐久力3もつけまーす。
はい、ちなみにこれでこうやっちゃったらエンチャント、あ、エンチャント消えないんだ。まあこれちょっとコスト4かかるから意味ないからやんないけど、あの川で耐久力回復もできるらしいです。はい、これで修繕耐久力3がついたから、非常に長時間飛ぶことができるし、耐久力が減っても、回復することができるという素晴らしい。あ、そっか、これであれか、これであれだ、ててー、そうか、これで色が少し変わった。やったぜ、かっこいいエリタルの色になったね、これね、美咲さん。おお、やったぜ。で、次ですよ。次はですね、ロケット花火っつうのを、作りたいと思います。なんかもう、あの最近の人たちはもうそれで飛んでるのかな。最初はなんかロケット花火で飛ぶっていう技が使えなかったらしいんだけど、最近はもうなんかロケット花火で飛べるようになったから、もうなんか便利みたいな。どうやって作るかというと、これね、火薬、64元とか、火薬と、ね、紙です。はい、これをここにこう置きます。そうするとできます。え、これ、3個もできるの？めっちゃできるじゃん、これ。ちなみに、このロケット花火の威力っていうのは、この紙をここに置けば置くほど、そんなことねえじゃん。置き方が違うってこと？はい、間違えました。火薬を増やすんだ。紙を1個にして、火薬をこう増やすと、花火の威力がこう増えていくということみたいです。で、ここになんか花火の星ってやつを入れると、なんか花火でバーンってなった時のなんか色が変わるとか、そういうことなのかな。で、これ威力はなんか3にしなくてもいいっていうことがなんか書いてあったので、これで威力1のロケット花火をボンと作っちゃいます。はい、うわ、もうこれすごい効率がいいね。これなんかめっちゃ作れるじゃん。これ初めてなんだけど、ロケット花火作るの。じゃあちょっと、ここで使ってみていい？ロケット花火。じゃあ使ってみまーす。はい。あ、え？あれ、飛んでっただけ？これ、どうすんの？これ、壁に向けるのか。ちょっと待って。はい。なんか、ちょっと上上がって消えるだけだな。これでどうやって飛べって言うんだ。こっからこう、飛び上がることできないの？あ、ジャンプしてロケット花火か。ジャンプ！あれ？えい！あれ？あ、なんかあの、エリトラで飛行中に使わなきゃいけないってことらしい。だから、ちょっとなんか高台ある？軽い高台。はい、自分のうちの屋根に登ってきました。じゃあここで、エリトラをさっと使って、飛べばいいんだね。じゃあ行くよ！せーの、えいっ、えいっ、これで、えいっ、えいっ、使えねえ、使えねえじゃん、使えねえじゃん。え、なんで使えねえじゃん。もう一回行くぜ、えいっ、えいっ、ダメじゃん。何にもないところでさ、使えないのよ、これ。ロケット花火、右クリック押してるよ、今。右クリック押してんだけど、使えないの。これ地面にやればできるのよ。これアップデートでもしかしてできなくなった？飛べなくない？これ、この火薬作るときにここにさ、星、花火の星ってやつを入れなきゃいけないのかなと思って調べたけど、いや、入れなくてもできますって書いてあったんだよね。じゃあちょっとね、よくわかんねえから、あ、トリさん久しぶり、トリさん久しぶり。え、どうした？何、元気にしとんか、元気にしとんか。え、何弁それ。ずっと最近俺エンドにとって、なんでエンドにとって話しとらんかったけど、なんでそんな話し方なの。調子は、え、俺そんな俺話し方だったっけ。え、ちょっと もう行っちゃうの、ちょっと瀬戸康二行っちゃうの。最後ちょっともうよくわかんないんで、みんなに教えてもらうとして、もうみんなのお知恵をお借りします。こうね、あの俺がいつも修繕のあれで使ってるトラップタワーの場所、こうすごいあの高度が高い場所なんで、ここからエリトラで気持ちよく飛んで終わることにします。しゃあ、来たで。やべえ、見えねえ。
どっちだっけな、こっから海辺の町近いんですよ、実は。危ない危ない危ない。はい、座標をちょっと見ましたら、海辺の村、あっ、うわ、あっちということが分かりましたんで、向こうに飛びたいと思います。それでは、ちょっとまだロケット花火の効果が分かってないけど、これほんとできんのこれ。ちょっと行ってみたいと思います。これで行くわ。行きます。せーの。えいっ、これ使えないのよ、ミークリックで。使えないよ。どうしたらいいの？ Q ボタン押すとさ、Q ボタン押すとさ、Q ボタン押すとこれ。捨ててるよ、これ。これダメでしょ、これ。ほら、ロケット花火、あいつ捨ててるよってさ。あ、やべえ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 、危ない。ちょっと待って。ああ、ああ、ああ、今回、イラストレーターを使ってですね、解説したいと思うんですが、これね、まず丸書きました。これはホールケーキになってしまうのでちょっと切ります。ペンツールでこの中心から、どんなもんかな、だいたいチーズケーキってこんなもんかな。これでね、こうやって、パスファインダーってやつでこれこう切り抜きます。はい、そうするとあっという間にこうチーズケーキができました。はいね、これチーズケーキだとしてください。チーズケーキね。で、2人のとこにこれが出てきました。どう食べますか、どう食べますか。こういくと思うんだよね、まずは。こういくと思うんですよ。こう。こうね。はい。まあ、まず、しぜさんがじゃあこう食べたとしよう。私、じゃあ俺どう食いますか。もう、こういくよね。で、これでね。うん、本当に近頃のイラストレーター、本当便利でね。こういうことができるんですよ。こういきますよね。で、じゃあもう、この後どう食いますかって言ったら、もうこれだよね。こう食って、こう食って、こう食って。で、途中からなんかまあ、こう食ったり、こう食ったりする人もいるけど、まあ、だんだんこう、狭まっていくっていう感じだよね。うん。こうなんだけど、あのね、しぜさんのね、この間の食べ方がね、すごくて、俺ね、スマホとか見てたのよ。スマホでなんかこう、調べ物かなんかしながら、で、たまにこう、チーズケーキをチラって見ながらさ、こう、あ、ここまで食べたなとか。で、しばらくするとこうやってちょっとずつなくなってさ、あ、こうなったなとかさ、あ、こうなったな、あ、こうなったな、こうなったなって、こう、減りをちょっとまあ見ながらね、こう食べていくわけじゃない。でもさ、この間カフェ行った時さ、こう調べ物しながらチラッチラッとこうチーズケーキ見てるんだけど、チーズケーキがね、全然減ってかないの。でこう見ると、あ、減ってないなー、あ、じゃあ食べようーで俺食べるじゃん。あ、瀬戸康史食べました。で、しばらく待ってるじゃん。しばらく待ってても、あれ、ケーキ全然、しぜさん全然食べないのかな今日は。しぜさんケーキ大好きだから、ケーキ全然食べないな。じゃあ俺、しぜさんこれあんま今日のチーズケーキしぜさん好きじゃなかったのかなと思ってさ、こう、じゃあ俺ちょっと多めに食べようかな、はい、ボン食べましたって、こうやってやってたんだけど、違ったのよ。俺騙されてたの。しぜさんどうやって食べてたかっつうと、こうこう食べてたのよ。こう言ってたの、わかる？だからこう食べるってことはこうなってるってこと。で、これ俺でか、まちゃチラッと見て、あ、チーズケーキ減ってねえなぁ、しぜさん食べねえのかなぁと思って。で、俺がまた調べ物してる間に、しぜさんこう、こう行くのよ。こう食べちゃうわけ、こうやって。こう食べちゃうから、俺からしたら俺はそんなじっと見てないからさ、こう調べ物してまた見て、減ってねえなぁって、俺はこう食べるわけ。ちょっと食べようかなぁってさ、こう食べようかなぁ、食べるじゃん。しぜさん。しぜさんがどんどんこう食べちゃってさ、で、こうしぜさんもまたこういただきまーすって俺気づいたらさ、おい、ちょ、細えなってなって、俺チーズケーキ細えなってなって、やっと気づいたの。今俺こっち側からこう削ったけど、本当は違うから、逆だからね。俺こっちにいるじゃん、俺ここにいるじゃん、ちっちゃいな、俺ここにこういるじゃん、調べ物してるじゃん。で、しぜさんがこうだから、こっちだから、だからこう、厳密に書くと、こうなんだよね。こうなってるわけ。こっち側からこう、ガシ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 、こう、チーズケーキがさ、削られていってるわけ。で、俺はさ、こう見てもさ、あれ減ってねえな、チーズケーキ、いつものままだなーって言いながら、しぜさんど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 んこう横からどん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 削り取っていって、俺がわからないように食べてったわけ。これはさ、ちょっとね、ビビったというか、そんな食い方あるんだっつって。で、しぜさんに、ちょっと細くなってるっつったら、
シって言われて、もう世の女性の方はね、ちょっとあんま自分ばっかりケーキ食べたい人いるじゃん。大体男ってケーキそんな好きじゃないから、ケーキ食べるスピード遅いのよ。でも私は食べたいみたいなさ。でもあんまり食べちゃうとデートの時とかさ、こいつどんだけ甘いもん好きなんだとかさ、こいつ欲張りだなんて思われるの嫌だからちょっと遠慮するじゃん。そういう時はやっぱこう横から削り取っていってみてください。そしたら男性の印象としては、あれこの子全然食べないな、小食だなみたいな思われつつ、実は横から食べてるみたいな、ね、男の印象もいいし自分もいっぱい食べられるっていう新しいチーズケーキの、まあチーズケーキに限らず食べ方ね、伝授しましたんで、よかったらあのデートとか ね使ってみてください。あの面白いと思います。俺笑ったから、これは笑ったから、ちょっとそんな食べ方あるんだって、ということで、今日の動画はこれにて終わり。じゃあな。